Happy New Year, everyone! 2023 has officially started, and I already failed my New Year's resolution, so better luck next year for me. But the TV anime Tomo-chan is a Girl has officially started airing, and it trended number one on social media, so the anime is off to a great start. Thank you, everybody, so much for watching! あけましておめでとうございます。新年最初の配信です。テレビアニメともちゃんは女の子、この番組のパーソナリティ、ケロロオールストン役の天木サリーです。ともちゃんは女の子、1話目が放送されました。しかもあの SNS でトレンド1位いただきまして、皆さん本当にありがとうございます。まあ、いっぱいねこの配信とかラジオとかでも皆さんのアニメの感想などをたくさんお待ちしていますので、たくさん送っていただけると嬉しいです。さてこの番組はキャロリ役の私天木サリーがテレビアニメともちゃんは女の子の出演キャストをゲストにお迎えしてお友達になろうという番組です。前回は群堂美鈴役の日高里奈さんに来ていただきました。なんと日高さん呼びから里奈さん呼びに変わることができてとてもハッピーです。それ以降ずっとも最近里奈さんって呼んでます。ありがとうございます。そして今回も素敵なゲストにお越しいただいているんです。新たな年を迎えてアニメがスタートしたとなればやっぱりこの方に来ていただけなければなりませんねちょっと今日本語おかしかったんですけど前回、まあ、初回放送で来ていただきました高橋理恵さんはですね、私は高橋さん呼びからあのリエリーさんと呼ばせてくださいってなったんですけど、あのちょっと私自分のハードルを上げすぎてあのリエリーさんってなった瞬間もう呼べなくなってしまってそう気づくかどうかわかんないんですけど、最近ちょっとお名前を一切呼べなくなってあのーとかな感じになっちゃってるんですか。この放送を機にちゃんとリエリーさんって呼べるようになりたいです。頑張ります。ということでお友達になれるように今回も30分楽しんでいきたいと思います。作品を通じてリスナーの皆さんとも交流できたらいいなと思っているので、メールや SNS などで参加してください。 Twitter のハッシュタグはカタカナでハッシュタグキャロラジです。番組の感想などをたくさんツイートしてください。それでは始めましょう。テレビアニメともちゃんは女の子、キャロルのふわっとレディオ。改めましてキャロルオールスタン役の天木サリーです。それでは本日のゲストにご登場いただきましょう。この方です。皆さん明けましておめでとうございます。相沢智也役の高橋理恵です。よろしくお願いします。はい、番組第1回に続いて2回目のご出演です。前回はねお友達になれたんですが、うん、私がそのリエリーさんめっちゃ呼んでくれるもう10回ご飯行ってくださいって言ったんですけど、まだ私1回も誘うことができてないんですが、行けてないよね。そうなんです。なんですけどあのその分ねまだ10回ご飯行けるっていう楽しみがあるので10回でさ終わりじゃないからね10回行ったらさなんかもうチケット有効期限終わりですみたいなことないからね。あ、その先もチケット終わりますか2枚目あるからチケット、まあ、今回はもっともっとあの仲良くなっていきたいと思います。ということで、じゃあリエリーさんは年末年始ゆっくりできましたか？うん、できたよ。あのね、はい、私弟にその子供が生まれて初めてこうめいっ子ちゃんというね、はい、存在と遊んだよ。うわ、どうでしたか？ちっちゃいねちっちゃいねちっちゃい私赤ちゃんって抱っこした記憶がないんですけど、どんな感じですか？ムチ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 でさよだれでさびしょびしょまだ何もちょっとまだね歯が生えてなかったからね、はい、よだれべーってなったり、多分その歯が生えるタイミングで、はい、なんか歯茎が痒いのかわかんないんだけど、はい、ブーってずっと出るから興奮者したりとかね、可愛いですね。可愛くてしょうがないね。でもお正月は弟さんのお家の方で過ごしたってことか。ね、あの実家に来てくれてっていうのでちょっとみんなで集まって、あ、いいですね。わいわい。そう、ボードゲームとかやったりしたよ。あ、ボードゲーム羨ましいです。やったで、そんな中で赤ちゃんが結構いろんなとこ行っちゃうからそのボードゲームの担当じゃない人とかがこう見ていたりとかしてみんなのアイドルですね、赤ちゃん。ほんとそう、
マジで可愛いね。可愛いです、うん、そんなお正月過ごしてたけど、はい、サリタンは？私はおばあちゃんの家に行きました。もう久しぶりに行っておせちとかも食べて、うん、はい、カズ？カズの子？おカズの子食べた。カズの子が一番好きで、はい、そうなんです。あとおみくじ引きましたか？もう、あ、私昨年末になんか着物着て引いちゃったの、その企画で。あ、そうなんですね。大吉出しちゃったのよ私。ありがとうございます。もういいかなって思って、はい、今年引いてないんだけど、はい、え、何出た？大吉です。やったー。持ってるね我々。持ってますね。しかも何の受験するそのスケジュールとかこの先ないんですけど、うん、学業のところで、うん、合格疑いなしって書いてあったんです。なんか受けようよ。いや、そうなんですよ。私ハーバード受けようかなとか。いや調子乗りすぎ。でもなんかザリタンだったらできそうな気がしちゃうけど、ちょっと思っちゃうんだけど。はい、まあ、そんな正月を過ごしておりました。いいね、新年だからさ、なんかできそうだよね、はい、そうですね。なんか勉強する勉強、あ、でも私、うん、まあ、勉強とはもう本当に真逆のとこなんですけど。え、真逆なの？ジムに入会しました。ジム、はい、今年からパーソナルジムに入会しました。あれなんかツイッターで見たな。めちゃくちゃさなんか人の目気にしてたっけ。はい、人見知りなのにパーソナルジムって平気かなってなって、彼女今のところ平気じゃないです。どうよ運動のその調子は。あ、でもなんかずっとフィギュアスケートをやってたので力自体はあるんですけど、そっか、私がなんせ人見知りな感じで行くので、うん、多分キャラ的に2キロのダンベルを渡されるんですよ。なるほどね。全然もっといけるんですけど、多分なんかちょっとか弱い感じ出しちゃってて。そうだね、人見知りの雰囲気があったらさ、うん、そんなモテるって思わないよね。そうなんです。10キロぐらいいけるんですけど2キロ渡されて毎回毎回なんか、あ、はい、ちょうどいい感じです。何しに行ってるんだみたいな。わ、でもそしたらなんかちょうどいいタイミングでさ、めっちゃ努力してきたんですみたいな顔してさ、ね、10キロ、急に10キロいけるようになりました。いいねいいね、はい、なんかありますか今年やりたいこと。そうだね、なんか今までその隙間時間をあんまり上手に使えてなかったから、うん、隙間時間を上手に使いたいなっていうのも、はい、なんか私時間があればあるだけだらけちゃう、はい、意外とだらしねえ女なんだなっていうのをちょっと最近感じててそうなので、今のこの時間は休む時間って理解した上で休みたいし、うん、今のこの時間は休まない、ちゃんとやる時間って決めてる時間にしたくて、何でもない時間を作りたくない。なるほど、タイムマネージメント。あ、タイムマネージメント、そう。スケジュール帳とか使ってますか？使ってるんだけど、はい、さ、本当にカレンダーの、うん、なんていうの、一画面で、はい、1日から31日まで書いてあるタイプのやつを使ってて、じゃあもう1日分刻みで何するかっていうのを書けないやつ、ね、やってないのよ。だから私そのやらなきゃいけないことリスト書くのが大好きで、その何時何分にこれやるみたいな感じで書くのが大好きなんですけど、そっか、でも書いてるうちにもう1個目のリストの時間過ぎちゃってた。書くの好きすぎ。そうなんですよ。それでなんかちょっとまた調整してできたことないんですけど、書くのだけが好きです。でも分かるな、手帳とかさ、はい、私もスマホにしちゃったんだけど、はい、手帳手書きで書いてた時期とかある、はい、あ、今も書いてます。今も手書きなんだ。はい、手書きです。楽しいよね手書きね。すっごい楽しいですね。わかる、うん、やろうかな、タイムそのなんか何時に起きるとかところまで。そうですそうです。実行できるかできないかちょっとねあれなんですが。いやでもやってみる。すごい楽しい。3日ぐらいやってみる。じゃあ共に頑張りましょう。頑張ろう。はい、そしてさらにですね、テレビアニメ第1話が放送になったということで。そうなんです。アニメを振り返っていきたいと思うんですが、はい、感想のメールが届いているのでこちらをまずちょっとご紹介したいと思います、うん、迷宮入りのトロイメライさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。天木さん、高橋さん、こんにちは。こんにちは。第1話視聴後早速メールを書いています。ありがとう。とにかくともちゃんが可愛すぎました。ともちゃんは見た目はボーイッシュで男勝りな性格と運動神経だけど、本当は恋する乙女でドキマキしちゃうというギャップがあって、僕の個人的に好きな要素が詰め込まれて最高すぎました。
ともちゃんの声も男らしいというか少し低めの声でしたが、その声がかっこよくも可愛くもなり、純一郎の前では恋してる感がビンビンに伝わってきました。これからともちゃんの声がどのように進んでいき、鈍感すぎる純一郎は果たして気づいてくれるのか、そして周りのキャラたちとの関係もどうなっていくのか、ともちゃんは女の子、来週からも楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。ほっとした。よかった。本当にともちゃんかっこよかったですね。ね、いや1話でさ、はい、結構いろんな情報を詰め込まれてたよね、うん、そうですね、うん、なんかそのキャラたちのそのどういったそのなんていうんだろうな、ことが得意なのかとか、うん、どういった関係性がここでは育まれているのかみたいなものとかが全部詰まった1話になってたから、本当にまず導入として楽しんでもらえて、それがこう2話見ようみたいな風に視聴継続って思ってもらえたのがすごい嬉しいです。嬉しいですね。じゅんくんはでも鈍感すぎじゅんさやばすぎたよね。びっくりしました。なんかアフレコ中は もちろん鈍感って感じてたんですけど、うん、なんか完成したアニメを見たらこう鈍感すぎるでしょって、うん、なるぐらい。そうなの。なんかさ、はい、我々はさもう原作がっつり読んでるじゃん、はい、最後まで物語知ってるじゃんっていうのもあるから、はい、ジュンはジュンだって思ってたんだけど、はい、これ1話から見た人ジュンはやっぱ若さねって絶対思う。確かにそうですね。まだまだなので分かるまでこれから先も見ていただきたいですね。 それがね面白いから、はい、本当にあのジュンはいいやつなんで、本当に本当に可愛い人なんです。可愛いんです。本当見守ってくださいっていう気持ちですね、はい、ね、みんなの成長も見てください。テレビアニメ第2話は1月11日放送です。お楽しみに。 Don't miss it。そしてここで一曲をお聴きいただきましょう。ブルーレイ&DVD 第1巻特典 CD キャラクターソング CD ボリューム1、久保田純一郎、美咲康介、田辺辰巳でジリバキラブ。挙動不審だ。あのなこんがらがっている複雑電波ちゃっている、うまく言えないよ、読めないよ、逃げ切らないのも切ない、情けない、ジリジリラ。本当は好きだでも遠回し、いや冗談ってごまかしてく武器をどうしだろう、はあ、不毛なしょうもしょうもない、それじゃ進まないから答え出ないからな。突然不機嫌くるくる感情、なんで雨模様、母さんやるから泣いたり皆さん、ジリバキラブをお聞きいただきました。テレビアニメともちゃんは女の子、キャロルのふわっとラジオ。ゲストのリエリーさんとお友達になるためにこんなコーナーに行ってみましょう。ふわっと思い出トーク。もうお友達になるには思い出を共有することが大切ということで、お互いの思い出話をしていきたいと思います。箱の中からカードを引いてトークテーマを発表しちゃってください。はい、お願いします。はい、まあさ、打ち合わせの段階で結構常にずっと喋ってるよね、はい、そうなんですよね。よし、じゃあ今回ははい、体育祭。体育祭、祭りばっかですね。確かに1回目も文化祭行きましたね。ね、行ったよね。体育祭の思い出か、はい、そうだな、やっぱ中学も高校もあったよ、うん、私は。体育祭と運動会って一緒で、一緒一緒一緒なんですね、うん、私そのアメリカそういうのがないんです、やっぱり体育祭とかっていうのが。そっか、ないんですけど、小学1年生の時に週1で日本語の塾に通っていて、うん、そこでソーラン節は踊りました。
私踊ってたらそれ体育祭みたいなもんだよ。ですよね、うん、なので一応できます。どこ一緒踊る、こ一緒なんか切るの。そのだけ一列目で踊ってました。すごい。いやいいよね、はい、今思うとさ、このさ体育祭とかっていうのってさ、うん、何かこう学年でダンスを踊ったりとか、そうなんですね、そう何かしらその学年全員で何かを披露するっていう競技がやっぱあって、うん、で、はい、ソーラン節もねその一個だったりはするんだけど、うん、当時ってさなんかさ、うん、青春というかさ、はい、恥ずかしいみたいな気持ちがさ全面に出ちゃうタイプの子も結構いるじゃない。です、ね、なんかちゃんとやるのダサいみたいな、うん、感じなんだけど、ね、たまにその YouTube とかで、はい、そのめちゃくちゃちゃんと踊ってる学生さんの動画とか見ると、はい、うん、かっけーってなるの。わかります。いいよね、ああいう風になりたかった。応援団長とかやってみたかった。ね、一生懸命さ、はい、最前線で頑張る応援団長とかだったらさ、うん、なんか逆に好きって思った。あー確かに、なんかさ 逆でさ当時はさ、うん、いや別にみたいな、なんかサボろうぜみたいな、うん、そういう人ほど偉いみたいな感じになってたけど、そうですね、全然そんなことないよね。もう本当に頑張るのは恥ずかしいことじゃないよって言いたいですね。あと、でも あれ私憧れなんです、借り物競争って言うんでしょうか、なんか引いて好きな人みたいな。わかる、超わかる。え、これどこのさ作品からの知識なんだろうね。ないんですかね、本当にあるんですかね。いや好きな人は私はないけど。なかったですか。なかった。借り物競争も障害物競争の方が主流だったかな。そうなんですね。何も借りてこなかったかな確か。もし私が実行委員だったら、うん、そのカード全部好きな人って書いて箱に入れてニヤ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 しながらみたいな。確かにさ実行委員がさある程度実権握れる部分ってちょっとあったなって私は思ってて、はい、私放送部だったり放送委員とかも中高どっちもやってて、うん、その放送委員とかは、はい、その音楽を好きなものかけられる特権があってね、体育祭の時に、ね、走ってる時にこう串コスポストかけたりとか、はい、とかなんかその何の曲かけてもいいって言うから、私はもうアニソンのインストばっか流してた。幸せな。そうアップテンポの電波ソング系だったらみんなにバレないかなって思って、うん、どうせみんな早いテンポだったら何でもいいんじゃねって思ってながら、ね、結構こっそりアニソン混ぜてなんか私物化してましたけど。幸せそうな空間です。そういいですね、そういう感じか。体育祭いいな。でも好きな人とかさ憧れるね。なんか告白とか終わった1位取ったら告白するみたいな感じ。決め事とかしたかったです、自分の中で。わかる。いいな。今体育祭やるならさどの競技出たい、はい、借り物競技。やっぱそうだね。この叶わなかった思いは絶対叶えたいね。競争と応援団長。あ、応援団長やっぱ団長がいいんだ。応援団長。チアじゃなくていいの？チア、私チアのトライアウト、その石川さんがゲストに来てくださった時に行ったんですけど、うん、学校のチアのトライアウト受けたんですけど、うん、リズム感のなさに落ちたんですよ。落ちちゃった。そうなんです、落ちてしまったのでちょっともういい、もう身についたでしょさすがに。もういいかな。応援団長だったらその手振るからみたいな。そうですね、声もどうにか頑張ります。声も出るもんね。はい、よし。ことでもう一個、あ、いいですか、もう一個いける。私が言っちゃっていいですか、うん、何がいいかな、何かな、何かな、バババーン、クラスメイト。クラスメイト、思い出か。クラスメイトの思い出、すごいクラスメイトいそう、なんかて、でもたし、先生の方がやっぱ濃かったのかね。先生も濃いですけど、ちょっと待ってくださいね。クラスメイトでも濃い人もいっぱいいましたね。でも公開告白とかしてる人とかいました。何それ聞きたい。プロムっていうダンス、うん、年に1回あるダンスっていうのがあるんですけど、うん、そこでなんか僕と一緒にプロムダンス行ってくれない、うん、みたいな感じの公開告白みたいなのをよくしてる子たちを旗から見たりとか。あとでもクラスメイトにつながるかどうかわからないんですけど、うん、バレンタインとかの時に匿名でバラとかを買って学級委員とかですかね、なんかその委員の方々がなんかこれ、うん、例えば2限目の授業とかにいきなり授業入ってきて、うん、匿名の方からのバラですみたいな配られるんですよ。イケメン。そうなんです。なんですけど私は
兄と兄の友達がめちゃくちゃ私にそのバラを買ってくださっていて、で私はそれを知ってたんですよ、兄が買ってくれてるっていうのが。これはでも兄は匿名で買ってて、で授業で私別に全然モテる人間でもなかったですし目立つ人間でもなかったんですが、そのクラスで一番バラもらってしまって、いやお兄様ですよやっぱり。お兄様がきっとサリタンが学校で華やかな生活を送れるようにサポートしてくれていたんだ。その時お兄ちゃんアメフト部だったんですけど、そのアメフト部の子と付き合ってる子は、そのバーセティジャケットっていうアメフト部のジャケットがあるんですけど、それを女の子が着るみたいな、その大きめのサイズ会社的なことかが、あ、すっごいなんかあったんですよ。それを私あんま知らずにお兄ちゃんのジャケット勝手にいけてるじゃんけそうなんですよ。なのでそのジャケットも着てバラももらって、そのジャケット誰のサリーみたいな感じになって お兄ちゃんのですね。お兄感じになりましたね。素晴らしいね。なりました。ちょっと恥ずかしいです。いやすごいよ。そんなあったら借り物競争なくていいよ全部ありで全部家族から全部やりたいどうですかリエリサクラスメイト。そうだね、そこまでこうなんていうの催し事っていうほどではないんだけど、はい、やっぱクラスの中でさ、その席順ってすごく大事じゃない。あ、そうです。席ってそんなに決まってない？なんか自由な先生が多かったですね。そっか、はい、結構くじ引きとかで決まってたから、もうそれで、その後の1学期2学期だいぶ変わるね。クラスメイトとのそのなんていうの仲良くなる人も変わるし、はい、なんかそのなんていうの割と給食の時とかにさ、高校とかだったら好きな人たちと食べていたけど、中学までだったかな、中学は4人1組でこう、はい、班を作ってみんなで食べてたの。あ、そうなんですね。そうで、それがもう班ごとに席順で決まるわけで、男子に女子にっていうのがもう強制っていう、だからクラスメイトっていうか、もう席順の方が私も印象強くて、でもなんかそういった感じで席で班決められるのちょっと心救われるところありますね。そうね、一人にはもちろんならないし、ただその私の思い出の中の一個に、はい、この子と一緒になりたいっていうのがあったの。あ、で、そうですね、その席を引けたの。でやった、もうこれで一緒に給食食べられると思ってたら、はい、なんか不正があったみたいでその席順に不正そうなんですね。そう、なんかやり直しになっちゃって、本当に1回だけ座って、その後なんかやり直しになっちゃって、マジで何の不正だったのかがすごい気になってる。別にいいのに。よくない？ですよ、ね、不正あっていいじゃん。はい、それぐらいね、一緒に座りたいって気持ちが、うん、はい、もっとうまくやってほしかったなっていう忘れられない思いがありますね。なんかよくあえて毎回毎回絶対に違う席に座ってくださいって先生が言いました。なんかやっぱりみんなその慣れた子たちと仲良くなっちゃうけど、世の中いろんな人がいるからみたいな感じで、絶対に昨日隣に座った人じゃない人の隣に座ってくださいっていう先生がいて、その先生本当にもう何年も連続でその地域のなんか先生投票みたいな感じで、なんか最優秀の一番いい先生みたいな賞を毎回いただいてて、本当になんか不良の子たちで朝の授業出ないけどその先生の授業だけは来るみたいな、すっごい先生がいて、私もその先生になんか教わることがあったんですけど、いいな、すっごい先生でした。それだったら私不正あっても許すそうですね、素敵だ、はい、ということで、今回もいっぱいリエリーさんと思い出を共有できたところで、以上ふわっと思い出トークでした。たった一人に丸々と言わせたい、ラジオネームまちゃまっちゃさん。就職活動で内定ですと言わせたい。ともちゃん is a girl Carol's Hot Radio。 はい、まちゃまっちゃさん内定頑張ってください。応援してます、はい、そのままで行ってください、うん、きっと素晴らしい。それでは次のコーナーに行ってみましょう。あるあるハイスクール。カリフォルニア州出身ハイスクール育ちの私に日本の高校あるあるを教えてください、うん、もう誰もが共感するあるあるネタ、記憶から忘れかけていたあるあるネタを大募集、うん、早速メールをご紹介しましょう、うん、ラジオネーム芋のおのこさんからです。ありがとうございます。登校時に正門で抜き打ちのカバンの中身チェックがある。あ
ライブ会場の入り口やアイドルの握手会のようにいくつかの列があるので、そこを通ってチェックを受けないと中に入れません。例えメンズ用の化粧水を持ってきていましたが、たまたま担任がいる列でお前は大丈夫とスルーできたことがありました。日頃の行いは非常に大事と思った瞬間でした。これね、いやでもメンズ用の化粧水は確かに捕まりやすそう。そうなんですね、うん、ギリギリそのなんていうの、うん、化粧水って名前が多分先生嫌いだと思う。化粧のところが、ね、そう化粧だから水だったら OK なんだけどそうなんです。うちは警察犬が来てました待ってガチすぎない、はい、しかもなんか自分でカバン開けてくださいというよりかは、うん、もう本当にはい今からみんなクラスの外出てみたいな何も触らずにもう今警察の方々が入ってきたところ瞬間からもうカバンに手を触れてはいけませんみたいな。抜き打ちレベル高いねそうなんですよ。学校とかによっては空港によくある金属チェックのやつを通らないと入れない学校とかもあります。ゲートみたいなやつ。そうですそうです。すごいありますね。すっごい厳しかったですね。厳しいね、はい、じゃあまだ化粧水は可愛い方なのかなそうですね、うん続いてですね、はい、私の方から紹介します。ラジオネームクッキーさん、ありがとうございま す。誕生日の時に机の上に高く積まれてるお菓子タワー。自分は男子でよくわかりませんが、女子同士で誕生日の時は祝い合ってるみたいです。青春 いいねこれ ね、 ですね。ありましたか学校で。私にはそういった記憶はないんだけれども、はい、なんかで見たなんかのアニメかこれアニメの知識。じゃあ次リエリーさんの誕生日の時にラジオに来てくださる時に、うん、ここでいっぱい作っとき、うん、なんでそいて私ねでもねしょっぱい系結構好きだから本当ですか。なんかしょっぱい系で積んどいて。ポテチ立つかな頑張ります。どうにか頑張ります。お願いしますはい、そしてもう一つご紹介します、うん、ラジオネームなんさんからです。ありがとうございます。うちの高校の目の前にお肉屋さんがあったので昼休みにはそこで揚げたてのメンチカツなどを食べていました、うん、亭主のおじさんの上がったよの真似は友人とやるとめちゃくちゃ盛り上がりました。これいいね、モノマネ系いいですね。しかもなんか絆が生まれてそうですね、そこのお店の方と、ね、うん、もう歴代でずっと行ってんだろうね。なんかこうそうですね、あの制服の子たちみたいなところとかさ。お昼の時間って外行く権利ありましたか。権利なかった気がする権利なんか駅からちょっと歩くっていうのもあって、はい、そんな帰ってこれないかもしれないそうなんですねみたいなとこあったかも。行く場所もないしみたいな。うちもでも権利はなくて、うん、権利はなかったんですけど、いろんな方法でみんなすり抜けてましたね。どうやって。なんかその車のカープールレインっていうやっぱり送り迎えとかが車なので、その生徒たちとか子供を朝パーキングせずに降ろすっていうレーンがあったんですけど、はあ、そこのところでしか外に出られないので、うん、そこでセキュリティの方々が 2,3 人立ってたんですけど、ああ、うんうん、そこで1人が、うん、セキュリティの方にちょっと話しかけて、うん、そうなんです。で1人がみんなのためにピザ買ってくるとか。あ、なるほど。そうなんです。そっか、ピザを受け取りたいんだ。そうなんです。うわ、で帰ってくるときはもうしょうがない、もうダッシュでピザ抱えてお渡しするしかないですね。いやーそうだよね、あったかいピザ食べたくなるよね。そうですね、そういういろいろね、なんかスパイみたいなことがありましたね。楽しい皆さんいっぱいありがとうございました。こんな感じで学校あるあるを教えてください。あなたの周りでしか通じないあるあるでも全然 OK です。ここでお知らせです。テレビアニメともちゃんは女の子が放送中です。そして D アニメストアとプライムビデオ、その他配信サービスでも放送中です。詳しい放送配信情報は公式サイトをチェックしてください。そしてともちゃんは女の子ブルーレイ &DVD の発売が決定。完全生産限定版には豪華特典が満載です。こちらも公式サイトをご確認ください。また5月14日日曜日に私たちメインキャストが登壇するスペシャルイベントの開催が決定しました。楽しみ。イエーイ出演は高橋理恵さん、石川海人さん、日高里奈さん、天崎光平さん、松岡義嗣さん、そして私天木サリーです。イベントの優先申し込み券はブルーレイ&DVD の1巻2巻に封入されておりますのでお見逃しなく。
いやマジで今から楽しみ。楽しみですね。どんなイベントになるんでしょう。ね、あのさ、あまちゃんとさ、はい、その吉継さんはさ結構アフレコで、はい、同じタイミングになることちょっと少なかったじゃない。そうですね。でもねめっちゃいい人たちだから、はい、もう絶対集まったら楽しいよ。楽しいです。皆さんわちゃわちゃ感を楽しみにしていてください。はい、以上お知らせでした。番組ではリスナーの皆さんからのメールを大募集。アニメの感想、ふつおた、各コーナー宛てのメールなどラジオの番組ページにある投稿フォームから送ってください。たくさんのメールをお待ちしています。ということでもうエンディングの時間です。早いです。マジ早いね。前回よりも早くなった気がする。なんか早く感じてしまって悲しいんですが、どうでしたか今回のラジオは。いやでも早速さオンエア始まってさ、はい、皆さんのそのなんていうのサリちゃんもさ、はい、リアタイ視聴してたじゃん。してましたね。なんかリアタイで一緒に見れるの楽しいね。楽しいですね。本当にもみんなとドキ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 してました。ねえやっぱ緊張するね、はい、確かにそうですね。私はそのさ、はい、その毎回それこそ今回のともちゃんは女の子本当にさ1月の4日からだったから、はい、なんか冬アニメのなんかこう第一陣みたいな感じでさ、そうですね、スタートダッシュみたいな冬アニメついてこいみたいなさぐらいすごいドキドキしちゃったんだけど、はい、あのそれこそあの柳田先生もご覧になってたっぽいし、うん、そうですね、なんかこれからいろんな人がともちゃんは女の子に触れていく3ヶ月になるのかって思うとなんか緊張とそわそわとなんだろうねじりばきがすごいじりばきラブ。そうですね。はい、でも本当にもう終始面白い作品なので、うん、これからが楽しみです、はい、ということでリエリーさん改めてですね、うん、番組をお聞きの皆さんに、うん、アニメを楽しんでくださっている皆さんにちょっとメッセージお願いします。はい、これは皆さんまだ2話見てないタイミングですか。2話見てないね。そうですね、見てないですね。いや来るよ彼女が来ますね。来るよマジで。もう我々キャスト陣も来たってなったあの子が来るので、もう、ね、楽しみです。それだけ本当に楽しみにしててもらえたらって感じですね、はい、ありがとうございます、うん、ということで次回の配信は1月23日の月曜日、三崎康介役の天崎康平さんをゲストにお迎えしてお送りします。お楽しみに。それではそろそろお時間です。お相手はキャロル・オールストン役天木サリーと本日のゲスト相沢智役の高橋理恵でした。 Thank you for watching. Let's meet again next time. Bye bye. リエリーさんは直射日光。